3年前なんですけど、新刊やってる時に明るい楽しそうな先輩たちとなんか懇談会みたいなやつが五房館であって、人に惹かれてというか、すごいなんかいい人多いな、楽しそうだなと入りました。はい、初心者ばっかなんですよね。初心者だけど先輩からいろいろ教えてもらったり、なんかもう自分でなんか勉強したり頑張ったりとかしてめっちゃアカペラ上手になって行くみたいな人たちもいるんで、全然アカペラやりたいけど初心者で怖いとかもそんな関係なく、俺もめちゃめちゃ初心者でアカペラでも楽しくできてるんで、なんか楽しくワイワイできるサークルだと思ってきてほしいです。はい、お疲れ。お疲れ。まずい本です。メンツを集めるってよりかは仲良くなりたい人とか、人として好きな人とやっぱやりたい。こう人としてこの人の味いいなとか、この人魅力的だなっていう人を誘ってる分、その人たちと一緒にいる時間とか練習とか演奏っていうのがすごい思い出あると思います。新1年生のメッセージ。比較的江戸の朝日は両立しやすいサークルで、行く頻度とかに関わらず誰とでも仲良くなれるサークルだと思うんで、もしもしサークル一つでも入ろうかなと思うなら、その一つプラスアルファ江戸紫入ってほしいなっていうのが一つと、まあ特に男子来てほしいですね。男子少ないんで勢いある男子来てほしいなと思います。何か探してるみたいだけど愛の答えでしょ、目の前にあるってことも思い込み